日光湯本温泉は、栃木県日光市奥日光の湯の湖畔、金星峠のふもとにある温泉。小林清地下、日光湯本温泉788年、四本流寺を、本流した衝動によって発見されたのが発端という。冬の寒さが厳しいため、昭和の初期までは主に、夏だけの湯治場だった。江戸時代文政年間に成立した。 日光山市では、日光湯本温泉を、中禅寺温泉八湯と記しており、明治期に編纂され観光された、小汁類園ではこの書を引用し、日光温泉としている。日光山市によると、中禅寺温泉湯本は、中禅寺別所の西北、赤沼源を経て三里、日光新京より六里のところ、湯の湖の近くにあった。 春に入っても風雪が激しく3月中は寒さが残り9月には先山が初雪となるため毎年旧暦4月8日から同9月8日まで湯室を開いていたがそれでも白根山に残雪が残る期間は入浴するものも少なく当時シーズンは毎年5月末より6月頃からとなっていた日光待ち方により管理され必要な物資食料は 日光町方が背に担いで運搬していた。三丁から四丁ほどの広さの平坦地、湯平には九軒の大きな湯屋があり、いずれも泉源のある東寄りの山際に並んで建てられており、ここから上州沼田に抜ける感動があった。河原の湯、湯は非常に熱く、湖水の水位が高い時ほど熱く、低い時ほど暖かい。薬師湯、岩病に良い。バー 黒く、苦みがある。滝湯、非常に冷たい。中、湯、熱い。笹湯、感謝の失神を払う。五所湯、第一、金層に効く。荒湯、熱湯である。自在湯、混じり気がない。洪水の時など使い水が不自由である時など、この湯でご飯を炊いても匂いがしない。また1878年6月、イザベラバードは、 日光滞在中に当地を訪れて、八島屋に宿泊し、自身の本国への手紙に、湯本温泉の活況ぶりを記した。それによると、湯本温泉は当時リウマチや頑固な皮膚病に、効能のある温泉として有名で、大勢の当時客によりごった返していた。また宿屋は、内外ともに清潔で畳は白く、襖は軽く、後期を放っており、 宿泊客はお茶屋お茶受けの菓子、凍った雪でもてなされていたという。それ以外に、バードは、湯元には密集した村落があったこと。村落の住宅は、赤い白心材の綺麗な住まいであったこと。住人は、毎年10月10日に冬に備え住宅を、むしろで包み翌年5月10日まで、集合隊の一人の当番を残して、定地で暮らしていたこと。湯元の入り口には、 露天風呂があったこと、村の浴場は4カ所あったこと、村の背後には四角い浴槽の大きな温泉があり、湯温は、下肢130度であったこと、冬は3メートルの積雪があったことなどを書き残している。1954年、湯本温泉は、スカイ温泉及び4万温泉と共に、国民保養温泉地の第1号指定を受けた。湯の平湿原にある、源泉湯の湖畔に、 約23件のホテル、旅館があり、同じ日光市内にある絹川温泉のような、観楽色は、全くない。湯には、湯の花が浮かび、温泉街には、温泉地ならではの洋衆が漂う。温泉街の中央には、足湯があり、無料で利用できる。ところどころに廃業した旅館が残っている。源泉地は、温泉街の外れの湯の平ら出現にある。 各源泉は屋根によって保護されている。ここの源泉は、日光湯本の各旅館への配湯だけでなく、近くの三つ森温泉や、遠く離れた中禅寺温泉まで分湯されている。源泉地の隣には日光山林王寺別院の温泉寺がある。これは8世紀に、小道が東温泉を発見した際に混流し、その後途絶えていたもので、現存する。 構造物は1973年に林宝寺によって建てられたものである。お寺にも温泉が引かれており、参拝客は男女別の共同浴場として利用できる。ありがとうございます。